アイテム番号。SCP-29。オブジェクトクラス。ケ。テル。特別収容プロトコル。SCP-29 は、クラス5収容室に監禁してください。彼女に物理的に接近することは許可されません。脱走を避けるために、彼女の収容室には3重のエアロックを施してください。事例029-34A 現在、彼女は生きるために栄養を必要としないので、彼女に食事を与えないでください。彼女の部屋は常に3名の警備員で当直し、2名の警備員で絶えず監視してください。照明灯を収容室の壁に設置し、常に電源を入れてください。月に一度収容室を掃除し、欠陥がないか確認してください。絶対に、どんな方法であっても、男性は SCP-29 に会ってはいけません。SCP-29 に会った男性は、収容させられる前にインタビューのためのクラス3留置をしてください。SCP-029 の要求。ベッド、却下、ブランケット、却下、本、却下、衣服、却下、これは馬鹿げている、少女が服を着られない、我々は動物ではない、彼女は衣服をまとうべきだ。エリカ、ボディーン博士。ボディーン博士、SCP-29 への衣服配達を許可します、ライト博士。事例029-53B 現在、SCP-29 に接触する可能性のあるものは、SCP アイテム、特に SCP-029 と共に働くときに巻き込まれる脅威について注意を促すために、最初に監視テープ029、ボディーンを見る必要があります。説明。SCP-29 は、アジア系インド人の思春期の女性に見えます。彼女は全身性脱毛症を患っています。彼女の皮膚の 80% は完全な黒で、その一方、残りの皮膚は白化症のためメラニンが全くありません。彼女の瞳は深い黒色です。SCP-029 は猛烈な殺人癖を持っており、どんな道具や武器を扱う時も、非凡な能力を発揮します。しかし、彼女は流血に対して強い抵抗感があり、被害者を絞め殺すことを好みます。SCP-29 は、常人の4倍の器用さと物理的反応を実際に見せました。SCP-29 は、すべての種類の損傷に対して、強い耐性を発揮しました。直射光や抗体波、人工物、自然物の両方で、特別な能力を非常によく妨害します。付け加えると、どんな男性も、SCP-29 の近く範囲に入ると、彼女に従順になります。この状態になった男性は、SCP-29 に殺されることや死ぬことを厭いません。SCP-029 は自分自身をと呼び、ざっと翻訳すると、闇の娘、影の娘、もしくは、夜の娘、となります。SCP-029 へのインタビューは、彼女が常に話し相手を殺すか全てを変えようと試み続けるため、困難であると証明されました。年月が経ち、彼女の皮膚の黒い部分が大きくなってきました。SCP-029 が最初に財団の注意を引いたのは、エージェントがインドの田舎へ出張したことが原因でした。このエージェントに対して殺害を試みたことが、闇の娘へ奉仕する、タギー、であると主張する小さなカルトの発見を導きました。数週間の調査により、彼らは世界が、カリ、ユガ、の最後の年であることと100万の闇の娘への生贄が女神の降臨と世界の終焉を起こすことを、信じているということが明らかにされました。また、考察された者のみが生贄として計算されると、彼らは信じていました。事件はエージェントを彼らの山の要塞へ導き、彼は SCP-29 を発見しました。前述のエージェントの死亡後、削除済み、SCP-29 の獲得が終了しました。ほい。捕獲から7年のち、SCP-29 の皮膚の黒い部分が、変則的な成長をしました。それについて疑問を持ったとき、彼女は、従う者がまた忙しくなった、と主張しました。調査により、我々の最初の襲撃から逃げ延びたいわゆる、タギー、残党の結集を探り当てました。彼らの聖なる日の一つのために、彼女の信者たち全てが集結しているところを発見し、空襲作戦が行われました。最初の爆弾が落とされたとき、SCP-29 は眠りから覚め、あらん限りの声で叫びました。SCP-29 はその後4時間叫び続け、彼女の人々を殺した、とわめき、うわごとを言い続けていました。前述の事件から、皮膚の黒い部分の成長は止まりました。また前述の事件より、彼女の逃走意志が強まりました。